ハルーアの教えてアルラス講座。この動画は私ハルーアがアルカラストについて運営さんと一緒に勉強しレベルアップしていく動画です。今回は東都世界第3章5話の攻略について勉強していきたいと思います。皆さんこんにちは、ハルーアです。こんにちは、運営の前田です。今回はストーリー攻略について勉強していきたいと思います。はい、はい、前回に続いてですね、はい、また鳥問題ですよ。鳥問題の、はい、はい、まあ、前回あの一章の鳥を、はい、やりました、教えていただいたんですけど、はいはい、また鳥出てくるんですよ。また出ますね、3章で。そうなんです、はい、でさらに強くなってるんですよ。そうですね、ちょっと厄介な手下まで引き連れて。そうなんです、はい、来ますね。なので今回もぜひですね、これも、はい、やっちゃいましょう。教えていただけると、はい、嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。はい、まあ、やはり編成、はい、重要なんですけど、うん、今回も基本的には同じなので、うん、鳥やっぱ物理攻撃が強いので、はい、まあ、美月ちゃんをまずはっていうところですね。おなじみの美月、はい、おなじみの、はい、でやはり火力で、うん、トートキャラを入れたいっていうところで、うん、まあ、今回もコルネイユ、お主人公、はい、コルネイユ、ここはまあ硬いかなと、うんうん、で残りのメンバーなんですけど、はい、基本的には前回とほぼ同じメンバーでいきます、はい、じゃあ回復を、はい、回復ロザリー入れて多いリーズ、はい、で、うん、前回と同じメンバーまず1回入れますね、はい、で今回の厄介なところとして、うん、あの鳥の後ろに鳥がいるんですよ。鳥の後ろに鳥がいるんです。いましたね。いますあのちっちゃいんで見えにくいんですけど、いはい、いるんですよ、うん、で今このメンバーだとそうですよね、はい、届かないんですよ。ボスを倒してじゃないといけないですけど、そうです、はい、その間に結構やられる。そうなんです。でこの鳥がまたいやらしくて、はい、あの三月攻撃してくれたらまだいいんですけど、うん、後ろを狙うんですよ鳥。なのでちょっと大井ちゃんを一旦休憩お、なるほど、させてで、まあ、イロンデール、お、はい、これ全体攻撃なんで、はい、アクションスキルでやりますと。おということは絆スキルは、はい、絆もイロンデールとコルネイユ東都のカラス、きた、はい、これでいきます。はい、まあ、まずは1面目2面目は、うん、まあ、様子見みたいなところがあって、はい、ここはまあサクサクかなっていうところですね、うんうん、その火力で今コルネイユとセリカを入れてるので、はい、この2人の火力と、まあ、イロンデールも火力になってるので、うん、まあ、敵を倒すスピードは結構高めです。でここで羽がこう2人2匹いて、うん、リーズを結構攻撃してくるんですよ、はい、これが痛いのであのここでもうこれ使っちゃいます。東都のカラス、お、きた、これでお、はい、羽の処理をもうしてしまって、お、一発、はい、タンクはあの攻撃力が高くないのでこんな感じでこう絆スキルがまたたまります。はい、これで、あ、来ましたね、はい、来ましたね、はい、でちょっと止めますけど、はい、後ろにいるんですよ、ちっちゃい鳥が、鳥の後ろに鳥鳥がいます、うん、なのでこいつをまずどうにかしますってとこで、はい、この後いきなりイロンデールのフォーカ抜刀術使います。でまず処理してその後、うん、あの前回同様にリズ、セリカ、ミツキって順番でスキルを打っていきます、うんうん、はい、ちょっと、はい、こんな感じで、はい、鳥いますよね後ろに、はい、結構すぐ処理しないと痛いので、はい、ちょっと食らいましたね。これで今ロザリーの A 出たので、うん、リズのピュアプレイヤーで上げてセリカ打って、はい、でミツキ打ちます。これでミツキに防御バフもかかるのでちょっと強くなると、うんうん、でコルネイユとイオンデールの絆スキル、お、結構畳みかけますね、はい、もう一気に、うん、でレイブンピーク、おー、必ずクリティカルになると、おー、はい、これでまあだいぶ一気に減りましたね、はい、ただミツキもねやばいので、うんうん、まあ、ロザリーでこう回復してあげつつ、まあ、あとはなんとかみんなで倒すっていう、うん、じわじわとじわじわと、はい、でももう、もうそうですね、もうだいぶ削ってるんで、削ってますね、まあ多分なんとかなるかなぐらいの、はい、はい、はい、なんとかなりましたね。
いけました、はい、まあ、1人倒れちゃいましたけど、ね、美月ありがとうという状況ですが、はい、まあ、ここ水晶レベル72なんですけど、うん、まあ、今65で挑んで、お、まあ、なんとかなるかなぐらいの、やっぱり編成と、編成と、ね、使うポイントポイントですね、ですね、はい、そこら辺をちょっとうまく考えつつ、はい、やってもらって、はい、皆さんもぜひ戦ってみてください。はい、お願いします。前田さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それではまた次回もよろしくお願いします。お願いします。